ミシミシ。可愛いですよね。ね。いやー欲しいわ。尻尾ね。おがキュート。モタちゃんどうだったんだっけ？全然弾けなかった。あ、回しました。星4のメモワードが出ました。おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しい嬉しい。出ましたね。よかったよかった。よかった。星4は出た。よかった。なんせ確定なんだから。そうですね。確定なんだから必ずね。もらえますからね。そうですね。はい。あれ、どうですか？いやー、ちょっとやめてください。あら、見たいでしょ、見たいでしょ。もっと細かく見たいです。てってれってれってれ。あ、待って。ここで？ここら辺発音痛い。ナオさん、ナオさん腕長いからよ。ちょっと暴れないでください。ちょっとごめんなさい。ナオさん、あら、こちらは何ですか？見て見て、こちら全身のコスチューム、全身公開。足元がなんとサンダルなんです。素敵。足元まで出たの初めてじゃないですか？初めてです。公開じゃないですか？すごい。あ、かわいい。しかも私がびっくりしたのはポニーテール。あ、実はポニーテール。アキラポニーテールなんです。いつもと同じかと思いきや。そう、ポニーテールなんです。でもリボンは絶対外さないんだね。ね、かわいいわ。帽子もね、しおりちゃんの。そうなの、そうなの。カンカンしてて、いろいろポイントもあって。ぜひぜひ。ね、フリフリしててかわいいの。普通に欲しいですね、この水着に欲しい。いや、もうこれも欲しくて、シークフェルト限定ガチャも回したんです。限界のところあるじゃないですか。最後に星4、舞台少女確定までたどり着いたんですよ。私、行きました。行きました。天の神雪城明が出ました。あ、モテる。そっちじゃない。出ました。一応アキラ様は出たね。出ました。アキラは出ました。次キャラは出たと。次キャラは出ました。ありがとうございます。お見事迎えた。ありがとうございました。なるほどなるほど。はい。でもエル様も。エル様。エル様。いずれ出る予定は。エル様多分ちょっとガードが硬いから水着とか着ないのかもしれないですね。ウエットスーツか。あ、そうですね。多分ここびっしりみたいな。キラキラ頭までびっしりです。スキューバ、アマさんみたいな。シュノーケルつけて。シュコーシュコー。ちょっと見たい。それはそれで良い感じがします。ぜひガチャにエル様もね。アナでも水着いいな。あ、アナというの水着。いります水着。吸い込んで吸い込んでしょうがないよ。重量がね、どんどん人ピッから履いてないから履いてないんだと。履いてない。履いてますよ。履いてます。多分でも色が濃くなる可能性もあるよね。水色がちょっと普段より濃いかなみたいな、なるかもしれないですね。いつかね、お目にかかる時が。ぜひぜひ。知れません。 2.5 倍だったじゃないですか。ということは那須さんも、那須さんも天の神と大地の神のメモワールが出ました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、今回いっぱい来たからどっか行けると思って、ジムをね、こうポチッとしたんです。はい、ダメでした。あー、なんでだろうな。ちょっとね、運がなかったですね。運とかね、ありますからね。またね、またの機会に頑張ろうと思います。諦めずに挑戦してみてください。諦めません。はい。